さてこれは何かというと肉の翔次郎の牛すじ煮込みです多分ねこれも甘い味付けなのではないかと思いますそれでは食べてみましょうかねもう箸がねスッと通るのがこ柔らかいですね これもね、うん、スペアリブと同じく甘い味付けなんですけど、このね、うん、出汁というかタレというかなんかこの煮汁がトロトロしてますね。うん、ただ、スペアリブよりはね、あの薄めの味付けです。 うん、だからこれは、うん、おつまみにはいいですね。うん。昔はね、これすごい硬かったらしいんですけどね。うん、これは多分あの、圧力飴で似てるのか、トロトロですね。 これね、このコラーゲンたっぷりのこの身の部分とこのお肉が混ざってるところはあのまさに牛すじこの歯触りもね牛筋なんですよだけど違うのはね馬肉って癖がないなんかねもううーん悪く言えばちょっとねそっけないというかこのタレの味付けなんですよ でも、うん、あの、牛肉のね、あの、独特の匂いっていうのが嫌いな人は、こっちの方がいいと思います。こっちは、あの、すごく食べやすいです。ただ、この、いかにも肉っていうね、この味わいが、好きな人には物足りないかもしれないんですけども、ただもう、すごく上品な、うん、味です。